なんか見つかりそうな気がするよねって言ってパッと見たら高い位置でねぶら下がってたんです。リアル現場シュリー。いやーちょっと前回の話もびっくりな話でしたけども、はい、じゃあ今日はどんなお話を。そうですね、2023年度の青木ヶ原報告、去年1年の、はい、おーいいですね。ラムさんの真骨頂でもありますからね。まあ僕一緒に行ってる K さんという人がまあよく出てきますけども、エリートサラリーマンでありながら樹海で機械を探す最強のアマチュアとして毎週末に通っているという人がいるので。あ、毎週末行ってんすか。まあオフシーズンもあるんで、雪降っちゃうと無理だよねとか、真夏の真夏はしんどいよねみたいなのもあるんで、年間50回通ってるわけではないけど、まあかなり数十回通ってる人ですね。でなんかまあすごい大きな動きがあって、はい、僕がなんかね駐車場とかにいると青木ヶ原の声かけられることあるんですよ。あ、もしかしてあの樹海のラムさんですよねみたいなことですか。そう向こうはすごい奇跡みたいな感じるらしいんですけど、僕普通っていうのがあって、まあまあしょっちゅう言ってますからね。そう村田ラムじゃんって言われて、つけろデコスケやろって言ったとか言わないとか、うん、あきらの名言ね。それ言ったらなんかその人あの生配信来てくれて、小さくさんって言ってたんですみたいな、いやそんなに気にしてないから大丈夫です、言いたかっただけです、アキラ憧れが過ぎまして。ただ実際そういう風に YouTuber の人に声かけてもらったことがあって、その人がなんかこうまあ樹海で散策してそういうの見つけたら警察に報告してみたいな動画を作ってる人やったんですよ。でまあそういう人何人かいるんですけど、そういう人がね、軒並みね、警察に次通報してきたら逮捕するからなって脅されてるらしいんですよ。ひどいですけどね。まあまあ。で、まあ、理由はまあ警察に聞いてないからわかんないですけど、まあそもそも違法だろっていう。僕はそこも反論があるんですけど、まあそれを飲んだとしても100歩譲って。めんどくせえからだろうなって思うんですけど。だからもうみんな諦めちゃってるらしいんですね。結果的に樹海の中に遺体が残る形になってて、ということはある意味増えたってことですか。そうですね、だから計算的にはよっしゃーだな、育ててるものを取られなくて済むみたいな感じになってて、で結局通報する主義の人も、まあ、通報できないので、なんだったら取引みたいな感じで、お取引座標を教えてくれたりとか。で結構樹海の中の方で亡くなってて、まあ K さんは基本的にあの樹海の周りの遊歩道の近くを見て回るんで、内側にあんま入っていかないんですよ。ただ内側で亡くなる人もいるわけなんで、それ見つけたらその座標をもらったりして、結構今年はすごい見つかるのがあって、でそれで座標をもらって見つけたのが僕も見たんですけど、樹海のほんとど真ん中で亡くなってたんですね。ど真ん中ってでも行くのすごい大変ですよね。すごい大変です。でも2キロ近く歩くんで、いやあの樹海のあの地面を2キロ歩くって相当ですよ。だからまあかなり準備してきてたんです。不思議な遺体で、普通になんかね大の字でパカーンと寝てて死んでるんですよ。で顔はもうちょっとドクロになってるというか、肉がなくなってるんですけど、腕とか足には十分肉が残ってる状態で、ただ死因が分かんない。ロープもかかってないし、毒を飲んだ形跡もない、ピルケースとかもない、なんかゲーム機とか落ちてるんだけど、どうして死んだんだろうっていうのが分かんなかったんですよ。はあ、でまあそれは K さんも分かんなくて、どうやって死んだんだろうねって話をこうみんなでしてたんですね。で尼崎で飲み会に呼ばれまして、その飲み会にね元科捜研の人がいたんですよ。科捜研の人はそのしょっちゅう現場に行って見てたらしいね、遺体を見てその調べてたらしいんですよ。だから写真見たら分かるかもって言われて見てもらったんですよ。ただね、まあ、裸足やったんですね。だから樹海の真ん中で靴脱いで寝ながら死んだっていう変な死体かなと思ってたら、多分これは細いロープで首吊って亡くなってて、足をクマかイノシシが噛んで引っ張ってグーってなってブチンって紐が切れて下にバサンと落ちてなってるから、足がちょっとえぐれてちょっと食べられてるというか、で引っ張られたからこう手もこうなってこうなってズルズルって引っ張ったけど、そこで関心失っちゃって獣の方いなくなっちゃったから大の字で寝てるみたいになっちゃったんだと思うって言われて、はあ、で実際現場に細いロープはあったんですよ。あ、だからじゃああれで本当に首くくってなくなって引っ張ってなくなったんだっていう。ああ、ちょうど切れたんですね、じゃあロープが。本当さすがやで、さすが科捜研、さすが科捜研やでって思いましたね。でそのお腹とかは全然食べられてなかったんですか。全然食べられてなかったです。
ああ、じゃあもう興味失ったんですね。多分そうだと思うんですよね。でもなんかやっぱ事例があるらしくて、やっぱりすごい早かったですね。ああ、その判断が、そう、見るとことか決まってるらしくて、そうそうそう、でそういうのがあって、でもう一体はね、久しぶりに発見しましたね、僕も。ほう。それがね、本当、まあよくあるパターンなんですけど、樹海湖一日歩いて、夏だと16時ぐらい、冬だと15時ぐらいにちょっと限界な感じになってくるんですよ。もう冬だと17時ぐらいになると真っ暗になっちゃうんで、15時ぐらいには出たいよねっていう時に大体こう見つけるっていう。なんなんですかね、そのジレンマね。まあ理由もあって、やっぱり入り口に近いところでなくなるんですよ。だから帰ってくるから見つけるっていう。ああ、だから、その行き出した時と帰り出したぐらいがちょうど見つかるんですかね。見つける可能性が高いですね。帰りに見つける可能性がすごく多くて、やっぱり夏場の14時ぐらいに見つかることが多いんですよ。で、やっぱりこう、刻々と暗くなっていくので、うん、ちょっとこう、あーって時間と慌てながら撮ったりする思い出が多いんですけど、その時もなかなか、まあその日はね、その教えてもらった座標で、その真ん中で見つけて、その後歩いてたんだけど、なんか見つかりそうな気がするよねって言って、パッと見たら、高い位置でね、ぶら下がってたんですよ。高い位置で、うん、かなり高い位置で、地面から足までが1メーター以上ある感じ。ん？なんか結構なんとなく僕のイメージですけど、あの座る感じの人多いイメージありますけどね。そう、僕が見た中でも浮いていたのはないぐらい。へえ。Kさんとかがやっぱ浮いてるのを何人か見てるぐらいだけど、その中でもね、かなり高い位置で亡くなってました。はあ、だって1メーターでしょ。身長が170センチ、ね、2.7メートルのところに頭があるわけでしょ。結構高いですね。で、本当にブラーンとなってるって、くるくる回ってました。あ、風とかで、ね、風でくるんくるんくるんではないけど、はって分かって、その時3人でいたんだけど、いたって、ちょうどね、あのみんな足ついて死ぬんですよみたいな話を初めて来た子に言ってる時に、パッと見たらめっちゃ風鈴みたい、めっちゃ浮いてなくなってるの見つけちゃって、めっちゃ浮いてるけどね、あれはっていうね。ただまあ見に行ったら、まだね、亡くなって1週間ぐらいかなって感じ。目とかにはハエがたかってるけど、まだまだ新しいっていう感じの遺体で、若かったですね、26歳ぐらいで。くるくる回ってるんで、日の入りが近いんで、太陽光がうまいことなかなか刺さないんで、もうちょっと回って、もうちょっと回ってみたいな、あー逆回りになりだしたみたいな、なかなか撮るの大変だったんですけど、ただすごい高い位置だったんで、タランティーノみたいな、こう下から煽って撮るみたいなダイナミックな写真を初めて撮れましたね。なんか確かにその高いってなんか映画とか、なんかそういうフィクションの感じしますよね。それはね、処刑だからですよ。ああ、そっか、処刑の文化で言ったら高い位置ですもんね、みんなに見てもらわなきゃいけない。見せるし、あの、位置エネルギーで殺すんで、その下にダーンと落とした弾みで首の骨折って殺すんで、おのず高い位置で殺すんですよ。だからそのイメージってこと？そうそうそう。ただ、そのイメージがある人もいるんで、当然。そのイメージで自分もやる人がいるん で昔はやっぱりね、欄間とかに紐かけて、亡くなる人が多かったんで、空中で亡くなる人は少なくなかったんだけど、やっぱりちょっと怖いじゃないですか。うん、そうですよね。逆に引き返せないからいいっていう人もいるんだと思うんですよ。で、まあ見つけて、その足元にバーって髪が散らばってて、見たらこう、ピンサロの会員証、ピンサロ城からの手紙が落ちてて、初めてのピンサロはどうだった、行かせられなくてごめんね、ウブな反応すごく可愛かった、次来たら絶対行かせるからねって書いてあって、なんか悲しいな。その行くっていう感じはもう、あの行くのあのご逝去の方ね行っちゃったんだね、行かないまま行っちゃったんだね。なんか悲しみ感じるわ。まあね、でピンサロ行く元気があるならソープに行ってから死ねばいいね。まあなんかそうですね、なんか最後にみたいな感じやったんでしょうけど、なんか不器用さはこう感じますね。そうですね。でも最後にエロってあるんかねっていうのはまあ、あったんでしょうけど、まあなんか真逆っちゃ真逆ですよね。まあだからその体験したことないことを最後に体験して行っちゃおうっていう、なんかそういう感じはまあしますけど、ちょっと切ないです。
ちょっと切ないですね。まあそれ以外もね、去年はだから結局何体か見つけてて、まあちょっと長くなってきたんで、それまたいつか話そうと思うんですけど、結構大量な2023年でした。今年もまた多分いろんな人をさらに見つけるんでしょうね。そう、見つけられたらいいなと思ってるんですけど、まあこれがね本当に期待通りいくかどうかわからないんですけど、 ありがとうございます。全てフィクションです。リアル現場主義でした。バイバイ。